赤く燃え盛る炎よ、我が身に宿れ。俺の命は取れねえな。待ちなさい、もう愚かなことはやめなさい。シエネ、これはお前が命令したのか。いいえ、残念ですが。これがグラナスの教えだとでも言うのか。なぜこんなことをする。バルマーの体の時といい、一体何をするつもりだ。シレーネ様、わからないでしょうね。何もわからない、知らないとは幸せなこと。どういう意味だ。この世界のありよう、おかしいとは思わないのですか。なぜこんなにも苦しく、こんなにも醜いのか。すべては、そう、人間自らの罪によるもの。浅ましき人間は何の力もなく、神にすがるだけ。そのくせ信じきれもしない。祈りを口にしても闇の火に怯え、挙句に神殿に詰めかける。なんと身勝手なもの。だから殺したっていうのか。哀れな人間にとって死こそは唯一の救い。苦しみからの解放を願っていたのは彼ら自身でしょうに。なんだと。シレーネ様、なぜここまでする必要があるのです。エレナ。エレナ、あなたは自分の使命を忘れていないでしょうね。私の。エルナ、一体何を。今のお前は何を信じているのかしら。その男かしら。だが私は違う。私はゼラ様の命を全うする。それこそが私の願い。
なぜこのように悲しい試練を下されたのです。あなたの大いなる愛で包んでくださいます。どうかご覧くださいませ。ゼラ様、私の誠の思いを。ロモさん、くらえ！天魔幽人拳！ロボさん、くらえ！天魔幽人拳！レンジ、くらえ！
よ、インパクトボム。アダナス敵を滅ぼさん。食らえ天魔竜神拳。
光と闇とは対の存在であった。人の心にも光と闇があり、善と悪を生み出しておる。しかし、この世界は闇に包まれ、今まさに破滅を迎えようとしておる。何を言われるのです、ゼラ様。クラナサーベルを探し出したのは何のためです？バルマーを封じる用意はもうできているではありませんか。あとはクラナス様の祝福さえあれば。うん、確かにそうだ。しかし闇は強く、光はあまりに弱い。なぜだと思う？遥かな太古より光と闇は常に戦いを繰り返してきた。両者は決着をつけねばならなかったのだ。人も光と闇に分かれ争っておった。そして神魔の戦いが起きた。この戦いこそが神と悪魔、善と悪の結末を明確にしたのだ。さあ、お前たちも真実を見るがいい。遥かなる太古、グラナス様の慈愛に満ちた光のもと、人は幸せに暮らしておった。世界は豊かで、輝くばかりの美しさに満ちておった。だが、バルマーがやってきおった。バルマーはこの世界に闇の汚れをもたらし、あまつさえ無垢で麗しき人の心さえも踏みにじった。光と闇は戦う運命。戦場はどこまでも遠く広がっていった。争いは互いに一歩も譲らぬまま、果てしなく虚しく続いていった。そしてついにその時が来たのだ。グラナス様とバルマーが長く果てしない争いに決着をつけるべく相対した。そしてこれが神魔の戦いの結末だと。そう、グラナス様は死んでいたのだよ、とうの昔にな。戦いは闇の勝利に終わったのだ。クラナス様が死んだ。そう、人の心に光がないのも当然。グラナス亡き今、もはやバルマー復活を防ぐ術などない。世界は確実に破滅へ向かっておる。何？ではなぜグラナサーベルを探させたのだ？死んだ神の剣で新しく再生しつつあるバルマーを滅ぼせるわけがなかろう。まさか、ゼラ様。まったく、メルフィスめがグラナサーベルの在りかを明かしておれば、お前たちなど必要もなかったのだが、わしの目的は、グラナサーベルと共に封じられたバルマーの体を解き放つこと。
なんだと？まさか！そう、シレーネも最後の務めを果たしてくれた。おお、そのためにこそあやつにバルマーの心臓を植え込んだのだ。わしの目的はバルマー復活よ。では、私のしてきたことは。バカな、悪魔を復活させたりしたらお前もただでは済まないんだぞ。そのようなこと分かっておるよ。だが滅びつつあるこの世界を救うにはバルマーの力を使うしかないのだ。なぜ闇の紋章がここに。グラナスの歌姫、忌まわしき力を宿した娘よ、お前の力がバルマーを呼び覚ます。さあ、時が来た、エレナよ。いやー、約束通り、お前からミレーニアを消し去ってやる。闇と汚れをなくしてやろう。さあ、来るがよい。バルマーの復活を月を見